これらケは、風船竹かけさタケ属のキノコ。本郷都合により発見された、当初のアミョウは毒アジロガサであったが、細菌性感染症のこれらに似た症状を呈し、致死的な毒性を持つことから、社会に対して、毒キノコとしての注意を喚起するため、このように解明された。秋のやや遅くに、口木や古いおがくず等に発生する。 傘の直径は2から5センチメートルと小型で、傘の表面とひだの色は、ほぼ同じ。湿った時は、暗に気色、乾くと、中央部から明るい単行色となる。柄は細長く中空で、上部の傘の下に不完全な唾がある。中毒症状は、その名のように、食後おおむね10時間後に、これらのような、激しい下痢が起こり、1日ほどで一度回復する。 その後に7日後に肝臓、腎臓などの著しい機能低下による激症肝炎や腎不全症状を停止、最悪の場合死に至る。この症状は卵天狗竹、毒鶴竹などの症状と同じであり、これらと同様甘時診類によって引き起こされる。毒成分は加熱によっても失われない。治療方法は対症療法のみで、 胃内感完全洗浄の後血液透析や血小交換を行う。1959年11月13日に東京都府中市で家族5人の食中毒が発生し子供1人が亡くなっている。その後、1964年10月に金沢市で3名、同年11月に長野県で6名中2名、1969年11月に 神奈川県で6名中1名が亡くなっている。風船竹科の結ガサ竹属の一種による食中毒とされ、戦術の通り1974年に毒アジロガサと命名されたが、猛毒であることを印象付ける必要があるとして、これら竹に解明された。同じ結ガサ竹属には悲鳴アジロガサなどがあり、その多くが猛毒であることがわかっている。 ヒメアジロガサコレラタケに間違えられやすい、千本一メガサ千本一メガサやナラタケとよく似ている。他にもクリタケ、エノキタケ、ナメコなどと間違えた中毒例がある。エノキタケ栽培後の廃売地からも発生する本種は、食用キノコを収穫した後に生えるから大丈夫と誤解され、食中毒を起こす可能性が高い。また、千本一メガサは、 基本的に気褐色であり、識別は簡単だが、個体によっては、これらだけと同様の茶褐色で、識別が困難な場合もある。ありがとうございます。